こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日はね、坊主、偽物で逮捕というニュースを見かけたんで、それについてシェアします。坊主の偽物イヤホンを販売した疑いで48歳女を逮捕と。逮捕された栃木県宇都宮市、無職。48歳の女性。で、坊主の偽物イヤホン販売して、入手先は中国。偽物とは思わなかったと。これ定番ですね。もう捕まると偽物とは思わなかった。で、写真出てますけどね。まあ普通に多分本物と比べれば違うじゃん、これ偽物だねと思うようなもんでしょうけど、まあ本物だったらね、問題なく、まあ差額も取れて儲かるし、本物だと信じたかったということになるとね、調べる行動すらしないと。まあ不思議なもんですよね。まあそういうケースがあります。で、売上は去年の6月からで1700万。まあ、仕入れがタダで1700万だったらね、まあリスクを負ったんだなという気もしますけど、まあおそらくね、のうのうと売ってて捕まったということは、まあ、本当に本物らしい仕入れ価格をもしかしたらね、払ってたんかもしれないですね。そうなると、まあ、何のために売ってたんだ、捕まるために売ってたのかなという感じで、まあ、ちゃんちゃんという感じですね。で、まあ、どのね、人なのかなと思ってね、ヤフオクを調べてみました。まあ、だいたい1万2000円ぐらいで成約してるのを見て、調べてみたら、どの人も疑わしいっていうかね、これ今ね、偽物、坊主のこの中国製の偽物を売るのが流行ってるのかなってぐらいね、たくさん出てきました。で、坊主の、ページを見てもね、偽造品についてという、まあ、項目ができてましたし、まあ、相当偽物の氾濫してると。ね。で、これ中国でね、有名ブランドとかキャラクター商品、これに関するものを仕入れたらね、これはもう、100%偽物だと。ね。本物でしょうかって相談たまにしてくる人いるんですけど、いやいや、その本物でしょうかとか本物だって言ってますっていうね、こと自体がもうすでに偽物ですと。で、偽物を仕入れて売るのはもちろんね、まずいですし、逆に偽物、逆っていうかね、本物を売ってたとしても、中国で偽物をたくさん出てるね、商品の、本物を売ると、偽物疑惑のとばっちり食いますんでね。まあ、そもそもがもう今、有名ブランドとかキャラクター商品はね、もう扱うのは危険であると。扱う場合はね、メーカー直とか代理店から仕入れなきゃいけない。一流ブランドとか、一流キャラクター扱ってるところが、そのね、数百万以下の単位で、おろしてくれるわけがない。いやいや、うちは小さくてもおろしますよって言ったら、そこもまた偽物ね、扱ってるとこだったり、あるいはね、メーカーだったり代理店とは認められないとこだったりしますんで、もうその有名キャラクター、一流ブランドなんかについてはもう扱わないというふうにね、徹底してください。で、どれが一流でどれがまずいのかはね、これはもうケースバイケースなんで、また個別に相談してください。逆に一覧出してね、それに乗ってなかったからやりましたなんてケースになってもね、非常に嫌なんで、もう、聞いてもらえれば、それやばいですね、というのはわかりますんでね、扱いたい商品やったら、お気軽にご相談ください。そんな形でね、本当は坊主についての違った話の記事を書こうと思って、坊主のことを調べたらね、この偽物で思いっきり捕まってた人いたんで、まあ、たまにこれね、お知らせしないと、ブランド品とかね、の家電とかキャラクター扱う方出てくるんで、また動画作らせていただきました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。